はい、どうも、なるほです。あの、まぁ、あ、ちょっと酔っ払って寝ちゃう前に、えぇ、ー、ちょっとね、えー、一つ動画を撮ろうかなと思うんですけど、あの、ヘズマくんがですね、ウーバーイーツを始めたっていうことが、えーまあ、俺の中でちょっと話題になってるんですけど、実はですね、えー、まあ僕が紹介しました。はい、まあ紹介したというか、今年、あの、選挙の時にね、神戸まで、えー 来まして、まあ、その時に、まあ、ドッキリを仕掛けて、一緒にその後ご飯を食べたんですけど、えー、それから、もうちょっとあの、いろいろとやりとりをしてて、その中で、ま、ウーバーイーツをやりたいってことで、えー、僕が大体まあ、夕方ぐらいから、えー、ま、深夜、まあ、ちょっと時間が空いたらね、深夜ぐらいまで走ったりとかしてて、ま、ウーバーイーツどんだけぐらい稼げるんですかみたいな。まあ、どのぐらい稼げるかみたいなのはね、言うと、 ちょっとその、以前にね、そういう動画を上げようと思ったら、他の配達員さんに怒られたんで、いくらぐらいとは言わないですけど、まあ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 、それなりにあの隙間時間使ってえやるとね、まあ大体あの朝とか起きて、まあ大体夕方ぐらいまでちょっといろいろと仕事をしてるんですけど、まああの事務作業とかね、やったりして、んでまあ夕方ぐらいからだいたい走り行く。まああの、 ときたまは朝とかも行ったりもするんですけど。まあまあまあ、それで神戸でまあ、それなりには、ぐらいは、みたいな感じですよっていう。うん、そのぐらいかな、みたいな話してて。で、へっくんは、あの、東京でやりたいっつってて。東京はね、やっぱね、すごい。東京のウーバーイーツはね、すごいわ。<laughs> すごいね。まあ、いくらとは言わないけど。 あの、ウーバイツやってるユーチューバーの動画とかあるから、まあ、それ見りゃ、だいたいわかると思うんですけど。で、まあ、ヘッくんがやりたいっていうから、えー、まあ、それから、まあ、ち中いちう連絡取ってて、えー、どういったことをしたらいいかっていうのをね。まあ、彼本人のツイッターに上がってたからも、これは話して大丈夫だと思うんですけど。うん。あのー、まあこういうふうにして、こういうふうにしてって、で、俺の紹介コードも送って、えー、もう始めてんのかな、多分。 で、自転車がないっていうから、本当何も知らなくて、ヘッくんが。あのー、ちゃんとレンタルサイクルっていうのがあって、東京には、あほうどそのレンタルサイクルのポートがあるから、もうここと、いっぱいありますよーっていう話して、まぁ、あ、いくらぐらいでか、かあの、借りれてみたいな話して、まあ青汁王子の今、家に居候してるらしいんだけど、ええー、まぁ、あ、ちょっとね、その、まあお金もいるんだろうと思うし、うん、それで、 えー、まあ、どのぐらい稼ぐまあ、東京での、ね、俺もやったことないか分かんないんだけど、まあ来年の春に、俺もまあツアーして、東京でもウーバーイーツをちょっと一回やってみようかなとかと思ったりはしてます。はい。どのぐらい稼げるのかなと思ってね。まあそれも動画にしながらっていう、そのツアー中の光景をこう動画にしながらみたいな感じで、ウーバーイーツも含めて、みたいな。まあせっかくなんでね。うん、いうふうにやろうと思ってんだけど、まだ一回も行ったことないから、 どのぐらい東京でウーバーイーツが稼げるかも知らないし、これ地方によってすごいまちまちなんですよ。いやあの、全然稼げない都市もあると思うし、東京はもう何してても多分稼げると思うし、神戸とかはもうすげえ村あるしっていうところで、うん、わかんないんですけど、まあ、東京の23区内だったら、結構、うん。 何しててもいけんじゃないかなと思うのでね。はい。あの、まあ、えっ、ー、と、ヘックンが、まあ、ラーメン屋さん、首にあって、で、すげえ何十社もバイトの面接を受けたらしいんだけど、受かんなかったんだって。<laughs> てか、あの、途中でバレるらしいんだやっぱり、あ、ヘズマリューですよね、みたいな。ヘズマリューさんですよね、みたいな。あ、ちょっとうちではちょっと、みたいなのがあったらしくて。まあ、ああのー、いろいろあったけども、えー、まあ、暮らしてかなきゃなんないからってことで、 えー、ウーバーイツを、始めたらしいので、まあ、アンチの人は、とことん嫌いだろうし、えー、まあ、好きな人は、結構ね、あのー、ヘッ、ヘくんのこと好きだろうと思うんでね、えー、もし、ウーバーイツであなたの <laughs>、お家に、えー、商品がね、届いたときは、まあ、優しくしてあげてください。はい。今日はそういった話でした。たまでした。